本日は6億年ぶりに行った秋葉原の家系ラーメンの店、ラーメン武将屋のからしマヨチャーシュー丼とラーメン並盛り固め濃いめを食べる男の物語である。ゆうきコスチューム問題。高度はカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度。はい、どうもカオスマイスターと申します。本日はこちらドーンラーメン武将屋さんにやってきました。ラーメン武将屋、ラーメン並盛り、からしマヨチャーシュー丼大盛り、そしてラーメンは固め濃いめ、こちらドーン。いやー、久々に来ましたね、ラーメン武将屋、からしマヨチャーシュー丼ですよ。やっぱりね、カオスマイスターといえばね、このね、からしマヨチャーシュー丼と、このね、家系ラーメンのライトな家系ラーメンのこの組み合わせがかなり好きですね。ただ何度も言うように、ここにね、固め濃いめのプースーにね、これお酢を入れてね、バチバチに効かしてエッジをね、楽しむっていう食べ方なんですけど、カオスマイスター何度も言う通り、家系ラーメンでは、本物はやっぱりね、軌道屋さんなんですよね。で、本当、私が住んでるところで一番近くてうまい店っていうのは軌道屋さんですよ。やっぱ軌道屋さんのね、家系ラーメンはね、醤油の返し感がガーツンと効いてる。返しがガーツンと効いて、もう豚骨がものすごいグワーくる。あれが本物の家系なんですよ。だからこれはね、本当ね、武将屋、あと、ひろきさんが好きな、松戸にある、武蔵屋。あそこはね、ほんと、もうこれはもうライトなんだよ。ライトな家系。だからもう俺がほんとガーツンと来て好きな、軌道屋さんとか、王道屋さんとか、あっちの、絆屋とかね、池袋の。あっちのスープはほんとね、橋本真也のキックなんですよ。で、こっちはね、もう山崎和夫さんのような、シャープな蹴りなんですよね。うん。マサ斎藤さんがいたら、シャープな蹴りなんですよって言ってるよ、絶対。もうこっちはね、シャープな、ほんと、キレの、もう、コクとキレだったら、キレの方のスープですね。はい。っていうか、ラーメン武将屋のスープと、からしマヨチャーシュー丼、これ、三つ明一人飯さんと、桃すみ黒さん、食べたことあんのかなって感じですよね。はい。もうこのセリフを言うとね、またハプキトーマスターが某 SNS で書くんですけど、で今日はね、本当ハプキトーマスターLINE 結構したんですよ。私芝浦で仕事中なのに、そしたらあいつがなんかわけわかんねえ日の屋カレーで、俺今ダイエット中なんで日の屋カレーなんて食べれないんですよ。まあダイエット中でラーメン食ってんだよって感じなんですけど、今日はプチチートデーなんで、ラーメンいっぱい食べるっていうプチチートデー。明日がチートデー本番ですから。はい。で、それでなんかあいつが日の屋カレー食べて、らっきょうの写真を送ってきたんですよ。日の屋カレーだから、福神漬けとらっきょうは当然カレー屋さんだからありますよね。そうね。らっきょうを、写真撮って LINE で見せてきて、花丸マーケットっていう昔はやってた頭が全員おかしい、なんか薬物やってるような人たちがやってる番組があったんですよ。ね、コロナで死んでくたばった岡井なんとかっていう人と、あと、薬丸さんがやってた情報番組なんですけど、そこで薬丸さんが花丸マーケットで、鼻水出ちゃった。らっきょうを食べると、1日3粒食べると血液がサラサラになって健康になるよ、みたいなこと言ってるんですよ。で、それを思い出して、カオスマイスターの動画で何回も日の屋カレーの動画あるじゃないですか。それで言ってんのを、そのなんか、ハブキトーマスターがそれを聞いて頭に残ってたんでしょうね。そのネタを今更、もうダイエット始めてもう2ヶ月ぐらい日の屋カレー食べてないんですよ。そこでいきなりその日の屋カレーのらっきょうを食べると薬丸さんがなんか血液がサラサラになって健康になりますよっていうネタをいきなり今になってぶっ込んできたんです。で、それをね、ほんとね、LINE で見たらもう帰りの電車の中でゲラゲラ笑って、電車じゃねえ、ラーメン食べた帰りですよ。帰りにブワーとかね、
あなんだスポーツ飲料ポカリスエットをなんか吹き出しそうになって、本当マジでこいつ芝居だろうかな思いましたね。本当もう本当納豆菌ですよ。本当笑いが腐った笑いですよ。そんなもう何ヶ月も後に忘れた頃に本当持ってきやがって、腐ってる笑いで、あいつな腐ってるよ本当に。本当しょうもねえなって思います。はい。で明日はね本当チートデー本番なんですけど。あいつがねまたねジャックインザドーナツとかいう本当究極のデブ飯みたいなのをなんだ進めてきたんですよ。桃すみ黒さんと三つ秋取りました。ジャックインザドーナツとか知らないでしょうね。多分ね世間一般的に有名なのはミスタードーナツだと思うんですけど、ジャックインザドーナツのクレームブリュレっていうのがあるんですよ。これがもうめちゃくちゃうまい。もう本当油で揚げて生地、小麦粉の甘い生地のシュガーコーティングされたやつを油で揚げて、その中にほんともうねこれでもかっていうぐらい濃厚な甘いカスタードクリームが入ってるんですよね。あれね1個あたりね脂質30オーバー糖質40オーバーですよ。あれモンスターですよ、モンスター。そんなもんうまいに決まってますよね。でもあれ1個でもうね普通のなんだろうカオスマイスターがダイエット日に設けてる月曜から金曜だったら、あれ1個で脂質と糖質異常オーバー、もうあれ1個で1日の飯終わりです。もうねそのぐらいね、あれ悪魔の食べ物なんですよ。あれチートデイだからといってあんなもの食ったらもうダイエット飯なんか絶対戻れなくなります。これ家系ラーメンってまだしょっぱいじゃないですか。だからしょっぱいから何回も何回も食えないわけですよ。1週間に1回。でも甘いものって脳がもう覚えちゃうんで、デブのやつって甘いもの基本的に好きじゃないですか。だから甘いものは本当ね、ダメ。中毒性があって。しょっぱいものっていうのは一回満たされたらまた食いてえなとは思うけど、一週間後でも我慢できるんですよ。ただ甘いものはマジで無理。もうほんとあれ砂糖っていうのは悪魔の食べ物、悪魔の食材なんで、ほんとねダメです。油と砂糖が一緒になってるようなやつはもうほんとね人間をダメにする。もしジャックインザドーナツのクレームブリュレが犯罪で違法だったら、俺はもう田代正史と一緒ですよね。はい。まあ何を言ってるかわかんないんですけど、ほんと今日はね芝浦で仕事で、帰りにこの武将屋のね久々に食べました、ラーメン、そしてからしマヨチャーシューの本当に美味しかったです。美味しゅうございました、大変美味しゅうございましたということでね、はい、以上カオスマイスターでした。スープ全部もうスープだけ先に飲んじゃった、美味しすぎてね。濃いめ、味濃いめで飲んでもね、武将屋のスープはなんだ軌道屋の味普通よりしょっぱくないです。はい、もう今夏なんでね塩分欲しいんで、もう一気飲みしてやりました。以上カオスマイスターでした。シェリー商事ピタパレバーイ。コードはカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、高速はルーメンで光の量光源の明るさ。コードはカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、高速はルーメンで光の量光源の明るさ。高度はカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、高速はルーメンで光の量光源の明るさ。高度はカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、高速はルーメンで光の量光源の明るさ。高度はカンデラで単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、高速はルーメンで光の量光源の明るさ。高度はカンデラで
単位立体角あたりの高速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する高速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ、高度はカンデラで単位立体角あたりの光速、輝度はカンデラ米平米で単位面積あたりの高度、照度はルクスで単位面積あたりに入射する光速、光速はルーメンで光の量、光源の明るさ。